さんこんにちは。近頃はすっかり涼しくなって絶好調のおっさん彼ら君、調子が良いのでこの日は高速道路に乗って往復130キロほどのドライブに出かけました。以前は猛暑の中、水温が上がりすぎるとたびたびストールを起こしていた症状もなく快調に走って、この日は無事に帰宅できました。その後も2回ほど夜のドライブをしていましたが、特にトラブルもなく過ごしていました。これで遠出もできると安心していた時のことです。再びあの悪夢が起きました。それはこの日の3日後の夜のことです。往復60キロのドライブの帰り道、自宅の手前2キロ付近で止まりました。久しぶりのこの悪夢。この日の気温は17度で肌寒い夜です。気温が落ちて調子が良いはずなのに再びストールの症状。とりあえずはフードを開けてエンジン内を冷却します。ある程度冷えれば自宅までは自走して帰れると思います。この時の時刻は夜の9時過ぎ、名古屋の中心地栄のど真ん中。恥ずかしいです。レッカーを呼ぶこともできますが、できるだけ早くここから撤退したいのでエンジンを冷やしてからなんとか自走して帰ろうと思います。この時間はまだまだ人が多いので、ここでレッカー移動するのだけは避けたかったのです。エンジンを停止させてから10分後、水温はどうでしょう。若干下がりましたが、このくらいではすぐにまた止まると思いますので、もう少し下げてから動かそうと思います。夏場の水温に比べたら大して上がっていません。このくらいで症状が出るのは少し不安です。エンジンの回転数も安定していて油圧も正常。以前に修理屋さんで調べてもらった時はどうやらインマニからエアーを送っているような感じとのことでした。最近は調子が良かったので修理屋さんの手が空いたらやってもらおうとヤフオクを物色して見つけました。程度のいい中古のインマニ、それも破格で落札。備えあれば憂いなし。ちょうど2日前に到着していました。もしインマニが悪かった場合に、現在ついているインマニを外して修理してから取り付けるよりもこのインマニにはめ替えた方が作業も早く済むし、補修が必要なら事前に補修してはめ替えた方が作業効率もいいので作業の手間もかかりませんし、こうして準備だけはしておきました。翌日、もう一度おっさん彼ら君の調子を見るために高速に乗ってテストドライブ。やはり一晩したら何もなかったように快調な走行ができます。高速道路で高回転域の走行状態を確かめるためにアクセルを全開で合流してみます。とは言っても数秒で制限速度に達してしまうので6000回転手前までしか回せませんが、スムーズに回転が上がってくれればとりあえず安心です。加速時の吹き上がりには異常はありませんでした。ただこの日の帰り道は下道で帰宅したのですが、やはり渋滞時に何度もストールしました。その都度フードを開けて冷やしてから走ってなんとか帰宅できましたが、この状態では渋滞にはまってエンジンか加熱するたびに症状が出そうなので、修理屋さんにインマニの交換を早急に予定してもらうようお願いしました。つい先日、アクセサリー電源の引き出しにも成功して車内がすっきりした状態になって、これからだという時に2度目の不具合が発生。インマニの交換だけで済めば費用も修理期間も少なくて済むのですが、他のパーツの故障が見つかると修理費用もかさみます。さて、おっさん彼ら君とおじさんの財布の運命は、修理日が決まって作業が始まったら詳しい状況をレポートしたいと思いますので、今後の動画投稿をお待ちください。それでは今日はこの辺りで、またね。